おっすおっす、黒だぞ。こんばんは、森です。今回も信長の野望編成 PK をやっていくぜ。今回は何をやるんですか？今回は伊達政宗をテーマにするぞ。ズバリ伊達政宗40年早く生まれさせてみた、だぜ。伊達政宗ですか？欧州の大名ですね。伊達政宗なんだけどさ、こんな感じで1567年生まれで、シナリオで言えば無限のごとく、つまり本能寺の変の頃にようやく元服、関ヶ原の戦い時点でも34歳と、有名な大名の中でも世代が一つ違う大名なんだよな。あまり年齢って意識しませんけどそうなるんですね。そんな伊達政宗の口癖の一つと言われるのが、あと10年早く生まれていれば、って言葉なんだよな。まあ政宗が元服した頃には、織田家、その後は豊臣家と大勢力がある状態だったわけですし、戦国大名としてはそういう気持ちにもなりますよね。というわけで今回は、1531年生まれの伊達政宗さんを用意してみたぜ。彼を伊達家の大名にして、その影響を見ていこうと思うぜ。伊達政宗が織田信長と同年代になるわけですね。そういうことだぜ。まあ信長って13歳で元服してるんだけど、ゲーム的には元服は16歳からだから、信長より少しだけ年上になるんだけどな。というわけで早速始めていくぞ。さて今回シナリオは信長元服なんだけど、この頃の伊達家についても少し紹介しておくぜ。この頃の伊達家はなんといっても、周辺の大名と数多くの同盟を結んでいるのが特徴だな。この頃の東北には道という属縁共同体が形成されていて、婚姻関係でがんじがらめになっていたんですよね。そう考えれば、この同盟関係はまだ緩い方だな。この同盟がどうなるのかも注目のポイントになりそうだぜ。というわけで早速時間を動かしてみるぞ。1546年12月、早速動き出すぜ。向かっているのは山形城ですね。伊達家とは因縁深い最上家が抑える城です。因縁で言えば、この辺の大名はみんな親戚だったりするからな。この侵攻は同盟も絡んでぐちゃぐちゃしたけど、最終的には伊達家が勝利して終わるぜ。政宗さんの侵攻はこれでは止まらず、一度城に戻って兵が戻ったと思ったら、すぐにまた侵攻を開始したぜ。今度向かっているのは野辺沢城ですね。こちらも最上家が抑える城です。容赦がないな。この侵攻も成功させて、最上家の吸収に成功することになるぜ。さらに丸森城も陥落させることになるんだけど、大宝寺城攻略に向けて侵攻した隙を突かれて、郡西山城と丸森城が襲撃されることになるぜ。しかもこの襲撃が成功して、伊達家は二つの城を失うことになるぞ。この辺りは東北特有の、城の遠さが影響していそうですね。それと小大名の乱立地帯だってのも大きいな。兵力が回復したタイミングで、郡西山城奪還に向けて動き、これを成功。さらに、郡西山城を落としてきた、田村家の本拠である三春城まで侵攻して、これを陥落、田村家を吸収することになったぜ。田村家の吸収は良かったですが、もう北条がここまで来ているんですが。明らかに早いな。たださすがの北条もすぐに襲いかかってくることはなくて、その間に二度目になる大宝寺城侵攻を開始、これで大宝寺城を陥落させるぜ。いい感じに影響範囲が広がってきましたね。ただやっぱり北条が隣まで来ている影響がここから大きくなるぜ。隣接する三春城で北条と衝突。なんだかとんでもない量の侵攻戦が見えますが、さすがにこの侵攻には耐えきれなくて、三春城を北条に明け渡す形になるんだけど、後方の城から来た援軍がそのまま城に取り付いて、奪還することに成功。当然北条は許してくれずに再び侵攻。さらにそれだけ兵力を輩出してたら、周囲からも狙われる側になっちまうぜ。郡西山城を取られ、最終的には山形城を残すのみになり、その山形城も攻められることになるぜ。一度姿勢に回ると本当に容赦ないですね。特に容赦がないのが長尾家だな。今作の長尾家、やたらと東北方面に進出してくる気がするぜ。東北方面が小大名が乱立する形式だからですかね。多分な、弱いところを狙う動きをする結果なんだろうぜ。ただこれまでやってきて分かったこともあるんだけどさ、AI ってイベント以外で同盟してる様子がないんだよな。最初に結んでる同盟も期限が切れたら、移行はなかったことになるし。従属はちょくちょく見るんですけどね。やっぱりその辺のフォローは必要なのかなって感じたぜ。というわけで次の世界線に行くぞ。外交周りをいじるってことでしたけど、具体的にどうするんです？最初にも触れたように、この時期の伊達家はいろいろな家と同盟を結んでるんだよな。ですね、6つの家と同盟関係にあります。ただゲーム的には婚姻同盟ではないから、2年か3年で切れちまうんだよな。これを情勢に合わせて更新してくれればいいんだけど、そういうことはしないってのが現状なわけだ。というわけで能力は低めの姫武将を作成。彼女を使って婚姻同盟を増やしてみるぜ。でもプレイを開始する前に、ゲーム中編集を使って信用を100にして、婚姻関係を結んでいくぞ。相手は長尾家ですか？同盟している中で一番大きな勢力だしな。婚姻の相手はこの後長尾家の当主になる、影虎さんだぜ。後の上杉謙信ですね。同盟としては確かに強力な相手であることは間違いありません。この状態でどうなるか、見ていくぞ。今度は動き出したところから見ていくぞ。
って言っても最初に向かうのはやっぱり山形城だな。立地的に一番狙いやすい場所ではありますね。ただ前回と違って、同盟から援軍を呼んでいたりもするみたいだぜ。結んでいる同盟は活用するんだな。同盟軍が敵をある程度削ってくれたこともあって、山形城の陥落に成功。また氷西山城が攻められてますが、そっちも同盟軍に対応をお願いしてるな。ここまではおおよそさっきと同じ展開だったけど、次に向かうのは野辺沢城じゃなかったぜ。この方角は大宝寺城の方ですね。先ほどを見ている感じ、あまり行かない方が良い気がしますが、地味に距離があるしな。まあでも今回は一回で落とせてたぜ。予想通り氷西山城が攻められて、陥落してたけどな。言わんこっちゃないですね。これはあまり変わらない展開になりそうです。この後少し内政して、米沢城が1万の兵を出せるようになった頃、氷西山城の奪還に動いたぜ。すっかり防壁も回復していますね。兵力の差は大きいですけど、その大きな兵力差を生かして奪還に成功。政宗軍はそのまま丸森城に向かってったぞ。丸森城は防衛拠点に設定されてますね。ここが落とせれば大きいですが、便乗して総負けが動いてるし、これはいい感じなんじゃないか。お、取り付いたぞ。そしてこれは甲状腺の威風ですね。これで、陸上と明城も手に入れたぜ。まあ陸上はすぐに落とされそうだけど、タイミングが悪いですね。それでも明城の分得はしたでしょうか。陸上が落ちると明城が孤立するのが困るところだけどな。政宗さんも同じように感じたのか、すぐに野辺沢城に向かって進行。さらに陸上にも兵を送っていくぜ。なかなか強気な戦略ですね。もともと野辺沢城は孤立してたし、陸上は耐久が減っていたからこそだろうな。この構成はどっちも成功したぞ。いい感じに領土を広げた政宗さんは、さらに北城、横手城、港城、檜山城、住立城と攻略していったぜ。まずは北側を片付けてしまいたいという感じでしょうかね。ただこの判断はどうだったのか微妙だぜ。どうしてです？今回伊達家が大宝寺城を抑えてて、北上できなかったからか、長尾家が北東関東に進出してるんだよな。今も井の平城の攻略の援軍に呼ばれてるし、これでなんかルートが完全に塞がれることになるんだよな。確かにこれは痛いですね。最悪こっちで長尾家との同盟を切ることも考えないとだぜ。まあもう一度塞がれるのは仕方ないから、様子見て判断するぞ。どの道政宗さんとしては、まずは北に残っている勢力を統合するのが優先だな。相馬家の相馬中村城を攻略、ある程度規模が大きくなったからか。この後、相馬家、柿崎家を従属させたぜ。これで北側で残っているのは南部家だけですね。南部家はそれなりに拡大はしてたけど、すでにいくつかの城を奪っていたこともあって、基本的には優勢に進行、主力の城から距離のあった、降水事情だけは何度かトライする形になったけど、最後にはこれを陥落させるぞ。確実に南部家も縮小してますね。残り4城になった南部家にも政宗さんは容赦がなくて、最後の進行は3箇所同時になったぜ。今回で改めて AI の容赦のなさを痛感したな。一度姿勢に回ったら徹底的に潰されますからね。たとえ何度か弾き飛ばしても、後ろから続々援軍が駆けつけるんだよな。まあ AI は足並みを合わせたりとかしないからってのもあるけど、結果それで消耗することになるんだよな。しかも複数箇所同時に攻められると、援軍の動きが怪しくなりますからね。結果的にどこも守れないなんてのもよく見ます。今回もそのパターンだったぜ。結局南部家は、残る城が三戸城一つになった段階で、伊達家に従属する道を選んだぞ。これで東北を完全に掌握した伊達家だけど、案の定ここで動きがピタッと止まるぜ。隣接しているのが、同盟国の長尾家だけですからね。さすがにこれは同盟を切るしかないのでは。おいらもそう思ったんだけどさ、その先にあるのが武田家だけなんだよな。この世界線の武田家は、比較的早い段階で北条から小田原城を奪取して、そのまま関東圏を制圧、濃尾平野にまで進出してるぜ。こうなると厳しそうですね。そうなんだよな。仮にここから長尾家を全部吸収できたとしても、果たして武田家と勝負できるのか怪しいところだぜ。そんな感じで悩んでたんだけど、その悩みは無意味なものに終わるぜ。武田家と長尾家がお互い動いてますね。これがどうなるかで動きが決まるんだよな。そして武田家は、横に長い長尾家の弱点をつくように、関東と東北の境目にある城を狙って襲撃、これを落としちまうぜ。これで小高城で伊達家とも隣接しましたね。そして武田家は間髪入れずに、小高城に進行。政宗さんはこれを防衛設定をした小高城と、各城からの援軍で迎え撃つことになるぜ。まさに最初で最後の大戦って感じですね。両軍ともに当たり前2万を超える軍が続々と集まってきます。こんな狭いところでよくやるぜ。そしてここで衝突。なんかとんでもない数字の応酬が続くぞ。これどっちが勝ってるんで？いやおいらにもわからん。ただ武田家は後ろでまだまだ控えてますね。関東平野を抑えているのは大きいぜ。あ、工場準備って文字が出てる。ってことは城までは取り憑かれたんだな。これは厳しいですね。あとは、実際に工場戦が始まらないことを祈りたいところですが。兵糧不足でやらないパターンもあるからな。早くこの風のごとく勝ち
なんかすごい持っていかれたぞ。威風大だったんですかね。相馬中村城、丸森城、郡西山城、岐阜城が、一気に武田家のものになりました。これは勝負あったか。それから数年、武田家からの侵攻はなかったんだけど、気づいたら長尾家が北陸から完全に駆逐されてたぜ。武田家は伊達家よりも、長尾家を優先した形だったんでしょうね。そういうことだろうな。小高城での戦いからおよそ10年後、ついに武田家の牙が伊達家に向かうことになるぜ。この10年の内政でなんとかなったりしないですかね。内政は武田家もしてるだろうしな。何よりも領土の大きさが違いすぎるぜ。まあ武田家も西国にはそこまで手を出せていないっぽいけどな。先は長いですね。攻め始めたら止まることはなく、最後の最後まで蹂躙されることになったぜ。今回はそれなりに良い調子だったようには感じたんですけどね。せめて北条との決着がごちゃついてくれれば、もうちょっとチャンスもあったと思うんだけどな。なんて話している間に、伊達の城はあと1個だけだな。というわけで今回の結果、伊達政宗を40年早く生まれさせたら、欧州統一はできたが、武田には勝てなかった。ってな感じかな。これは手を入れてどうこうできそうな感じでもないですね。また何か思いついたらやるかもな。というわけで今回はここまで。このチャンネルでは、ストラテジーゲームを盛り上げるために、いろいろな動画を投稿しているぞ。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくな。ご視聴ありがとうございました。よければこの動画も見てってくれよな。